おい、こっちだ、急げ。おお、ミッドが中でもひときわ輝くキラムシ、ウォールマーケット。ウォールマーケット叶える街、ウォールマーケット。すごい、集いし皆様、やばい、楽しそう。お越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットの、まさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。コルネを殺すせよ。優勝賞金はなんと100万ケル。さっきのところたった一つ、相手を叩きのめす。本風の紐でみんな見てるんだ。アニアンも舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉。すごい、世界観やばい。血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今かと待ち望んでいます。大変ながら苦をお待たせいたしました。一種格闘デスマッチ、コルネオ杯を開催いたします。わーすごい。ああ、ばなんだかすごいとこに来ちゃったね。ねー、ちょっとコナンみたいだった。お前たちの控え室はここだ。あ、ここ控え室あるんだ。ここ行ったら始まっちゃう。お前たちはまだだ。あ、わかった。アナウンスがあるからおとなしくしてろ。何こういうの、出てこないようにされてる。やばいやつがいるってこと。もしもし。あれ、てかボコボコにされてない、大丈夫。ああ、大丈夫。顔どうしたの、その顔。優しそうな顔だったのに。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえから、さっさと逃げた方が身のためだぜ。いやでもそのだいぶひどいけど。え、もうあの呼ばれちゃう。え、やだやだやだ、まもなく試合が始まります。控え室行きたかった、控え室行きたかった。入場ゲートまでお越しください。まだまだ控え室行きたかった。逃げる気ないよね。ないないないよ。控え室行きたい。これ何、あ、なんか落ちてる。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。え、絶対ない。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。いやいや、飲まない方がいい、こういうの。よかったらあんたたちにやるよ。本当、こんなものには頼らない。やばそうだもん、なんか。え、クラウドやりして呼ばれたけど控え室行きたい。間に合う。あ、間に合う、よかった。あ、休憩所あるじゃん、よかった。ジョニー大変だな。行くよ。準備はいいか。うん。1回戦に出場する。あ、せいぜい死なねえようにな。1回戦ってことはそんな強くないよね。何回かあるよね。負けたらどうしよう。結構。次はなんとカップルでの出場。カップルって言われてる。カップルバチがい。しかも発散せよ。煽る煽る。果たして無事に帰れるのか。無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。いやー、入れ入れ。美男美女です。やってまいりました。初めてエアリスの。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。ぶん殴れぶん殴れ、エアリス。なんか燃えてきた。対するは燃えてきた。ウォールマーケットが誇る猛獣使い。猛獣使い誰だ、知ってる人じゃないよね。彼らの食卓となってしまうのか。あれ、もしかして人間じゃないの。デザート付き、滴る赤、こぼれる姫。デザート付き、暴飲暴食猛獣ブラッディ。あれ、猛獣ってことは人間じゃないの。あ、人間。おお、怖。人じゃないの。うん、ね、人じゃない。素人が人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだ。なんか改造されてる。盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がるのか。破るマテリアつけてたっけ。まばたき厳禁でお願いします。うわー、筋肉血管やばい。1回戦第4試合、はい、レディーファイ。怖っ。よし、死んだの治安維持部隊にいる
軍用犬品種改良に吸血能力を得た犬種触手。よし、ラピッドチェインで。危ない。アビリティのイノセント。オッケー。あ、ジャスじゃな。そんな強くなかった。怖い。大どんでん返し。大どんでん返しじゃない。あ、死んだ。勝利したのはなんとクラウド&エア。めっちゃ写真できてる。すごい写真できてる。コルネオコロッセオ、イエーイ。勝ったよエアリス。え、帰ってった。ちょっと待って、エアリス。すぐ帰ってきたな。控室へお戻りください。わかりました。まるで出場したことがあるかのような会議具合。まずは1回戦突破だね。うん、どうかした。ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。曖昧ってどうだった。いや、期待するな。うん、用心していくぞ。ボコスカ、ボコスカって感じだったね。あれ、ここがさっきのジョニーの部屋だよね。あれ、あ、負けた人じゃない、さっき。そっか、お金がかかってるから。入場ゲートまでお越しください。早いよ、呼ばれるの。休憩させて。戦った人たちがあそこにいるんだ。あ、花束ある、花束あるよ。そっか、命をかけて戦ってくれてありがとうみたいなやつなのかな。拍手してくれるの嬉しかったな。行くよ。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。頑張るよ。準備はいいか。頑張る。その肩こり、そのネックレス、ま、無理はしないことだ。勝ったらちょうだい。続きましては準決勝第2試合。準決勝、まずは初戦をあれをあれをとすり抜けたラッキーカップル。ラッキーカップル。ふざけんな、空気読めよ。クラウド&エアリスの入場。空気読めよ。勝つからな。ボーイングすんじゃねえとパンが野郎。あ、応存したらね。大将さん、廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。廃墟からの刺客。アウトローの町から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。盗まれちゃう。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。人間だ。めっちゃ盗まれそう。あれ、これさ、あれかな、話通じない人たちじゃないの。あの人だよね、身ぐるみってなんだ、あの人たち。お前ら、ここで会ったが、この人たち強くないから。腹させてもらう。そこで、そこで、また始まった。また始まった。逃げろ。もしかしてなんか連れてきてない？うわー、これはどういうことだ。それはだるい。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですが。確かにね、こんな来たら。ずるい。ずるいずるい。ここはルームの4の競技場。コルネオがいいって言ったらいい。そうなんだ。オッケーが出てしまいました。うわー、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ本当。怒ってるクラウド。ここに極まる。等が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。範囲下のマテリア1個つけてるから。それでは準決勝第2試合、はい、レディー。この調子だと最終決戦やばそう。いけ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 いここまで。よし、倒した。勝った？あ、弱い弱い、大丈夫。全然大丈夫だった。あ、祈ってるエアリス。ね、確かに。勝利を手に入れたのは、なんと、また出てる。出てる。てか動かせるこの人たち。またエアリス帰っちゃう。またエアリス帰っちゃう。強かったでしょ、ブーイングしないでね。でも多分何人か。なかなかやるじゃねえか。やるぞ。そりゃそうさ。
私のもんだからね。三千ギルでね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてる。ああ、わかるんだ。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ハニガールいる。ともかく、お互い決勝だな。いい席なんだろうね。かけるか。かけなさそう。変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。闇が深そう。はっ、ね、アリアン様、ね、顔見たい。あれ男、アニアンって女じゃないの？次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。そうだね。相手がまともに来るとは思えない。そうだね。うん。8になったしね。ここまで来たらあと一歩。2人で頑張ろう。でっかいメカとかじゃないのかな。絶対勝たせないコルネオのなんか刺客みたいなのが来そう。クラウド、エアリス組。はい。まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。わかりました。あ、はっ、はー、なにこれ。この度は準決勝勝利おめでとうございます。あれ、エアリス様だけ、なんでクラウドはなんでクラウドないのねえ。エアリスお花似合うね。これさっきのゴロツキさんたちがいるんじゃない。あ、いる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 。もう死んだふりしなくていいのか。倒したからいいよ。よし、ラスト戦ね、頑張りましょう。恐れ言ったよ、まぐれじゃなかったんだな。強かったんです。決勝戦準備はいいか。お、気持ちが乗ってきた。この人もオッケー。俺はあんたらにかけたからな、頼んだぞ。本当に最後の最後でかけていいの。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。なる惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。MC 能力が素晴らしい。その終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。はい。カップルを叩きのめされるんですね。まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル。カップルマダムマムス推薦クラウド&エアリスの入場です。これさ、クラウドたちは聞いてるの、カップルって言われてる。エアリス楽しそう、次も勝つぞみたいな顔してる。メカが来そうだな。おい、もっとだ、もっと、ほら、おい、対するは優勝回数5回。誰だ。再起不能した相手はタズシです。病院送りは当たり前、ゴミ掃除はお任せあれ。断罪の処刑マシン、チョコボさん推薦、チョコボさん、カッター&スイーパーの入場です。あ、カッター&スイーパーって倒したことあるくない。ある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 、見たい。ロボットねえ、ロボットだったね。機械兵器か。そうだよね。そんなのしかも2体いる。わあ、めんどくさ。さあ、100万ギルは一体誰の手に。さあ、泣いても笑ってもこれが負けたらサムネ入っちゃうんだよね。これでは決勝戦レイ勝つ、頑張る。サンダラでスイーパーも行きましょう。強くない強くない、全然危ない。サンダラを右カッターに、私の出番。右カッターも破壊した。あと追い打ちかけれるかな。あ、死んだぞ。弱い弱い。あれあれ全然弱い。なぜか謎のエラーでゲームが落ちたんで、もう一回戦います。まぐれじゃなかったんだな。はい、いけー。いけるか、落ちないで。あ、よかった。
ゴールネオ杯の頂点に立ったのはなんとクラウド&エアリス。もう一戦ぐらいありそう。めっちゃ弱かったもんな。ご愁傷様。うん、あら意外とおとなしいのね、うん、この人怒りそう。もっと怒り狂うかと思ったのに。もう一戦あるんだみたいな。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ、うん、だから面白い。でもそれ裏も表もないだろ、うん、なんかあるなこれ。なんかあるな。じゃあな。さてとアニオンさんわからん。あ、電話してる。そのことなんだがマムすまない。コルネオさんからの指示でやっぱりね、もう一試合行うことになった。それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのか。コルネオさんの指示だ。この人は何なんだろうね。悪い人じゃなさそうなんだよ。なんとなくリサを助けられるね。その前にマダムマムだ、うん、服を用意してもらうんだ。呼び出されるのかな、うん、トントン。喜んでるところ悪いね。あ、来てくれたんだ。もう一戦やってもらうよ。どういうこと？絶対強いの来る。あんたは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がった、ね、突然のカップルが。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまりコルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違うねえ。それは私が言いたいよ。落ち着いてよ。こうつくばりめ、くそ。ピーピーって。でも仕方ないのさ。この街はコルネオがルールだからね。そうだよね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。うん。観客が黙っちゃいないさ。そん時は。次が最後だな。コルネオをぶっ殺そう。そう願いたいね。はい。まあ悪い人じゃないもんね。ほら言っといで。うん、私に賞金を届けておくれ。100万リアリス可愛くしてね。ちゃんと休憩してこ。お、あー、ちゃんと来てる。クラウドファンクラブ臨時代表。誰誰。いや、アキラさんっていたな。あれ、なんかアキラってお店あったよね。すごい、写真撮りたい。ちゃんとクラウドさんに来てる。よかった。アキラさんありがとう言っとかなきゃ。ここにいるが、こんなことは初めてだ。正直興奮している。ありがとう、突然の刺客。あ、でもさっきのやつってマシンだから誰も。あ、おー、チョコボジさん。ああ、やってくれちゃって。うん、どうだった。ひでえな、いくらしたと思ってんだよ。そんな強くなかったよ。準備はいいか。準備、ボーナスマッチ OK です。もう賭けなんて関係ねえ。あんたらを応援するからな。本当頑張ってくれよ。頑張る、ありがとう。そのキンキラキンのやつちょうだいね。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯、はい、どうでしょう。この DVD とか見れそう。このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。この絵やだ。ゴクって書いてある。もちろん出場するのは今宵の主役、はい、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、美男美女カップル、クラウド&エアリス。ティファ聞いたら嫌だろうなこれ。これでもさ、この後絶対ファンクラブ、ファンクラブできてる。ブーイング。結婚してくれ。早い。対しますは地下闘技場のさらに地下、どんなやつなんだろう。封印されしモンスター、今時はモンスターメカじゃなくてモンスター。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。ハウス、ハウス。下から。
いた。ここじゃなかったよね。でも意味わからん敵出てきた。え、ね、これだよね。家じゃないんだよねこれ。ただの家じゃないよね。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル。確かにシュールだね。シュールな対戦が今まであったでしょうか。やばそう。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。はい、そうですね。よとみ、瞬きは厳禁でお願いします。瞬き。それでは最終決戦、レディーファイ。頑張る。え、やばそう、燃えてるし。あ、中に人でも入ってるの。アマタの強敵を退けた実力派カップルに対するは、見破って。アマタの強敵を送り出した。ドンコルネオの秘密兵器、どうやって建てられたのか、謎のき悪魔の家。バリアチェンジで、はあはあ、とりあえず氷が効くってこと？何これ、ムームーちゃん。なんだ、ヘモヘモくんとかなんかいろいろある。一体勝つのはどちらなのか。熱い戦いを見せてくれ。オッケー。サンダラはとりあえず効くでしょ。あ、なんか起こるぞ。出てくる誰か。待て。うん、案外やっけなかったね。いや、そうね、多分そんな強くなかったから。あ、これアニアン。なんか足とか生えそう。足生えて。おっと、いなっちゃった。怖い。モードチェンジしてきた。怖い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 。やばいやばい、間に合わん。え、死んだ死んだ。サモンゲージ来た。人食い屋敷インダハウ。おもてなし、なんかなんか出てくるぞ。あ、吸い込まれる。え、リスクゲージ吸い込まれちゃった。どうしよう、やめやめ、助けて。逃げて、早く助けて。エアリスが、エアリスが変な目にあっちゃう。呼んで、すぐ助けて、お願いします。エアリスは焼かないでね、お願い。この会場のエアリス。うわ、あ、吐き出された、吐き出されてよかった。大丈夫、サーモアビリティのクリムゾンダイブ。息をね、聞いてはいるよね。聞いてる聞いてる聞いてる。あー、たまらん。ユニット帰っちゃう、ユニット帰っちゃう、ユニット帰っちゃうよ。クリムゾンダイブ。あ、もうスモアビリティ使えないかも。あ、もう使えない。これで帰っちゃうか。ありがとう、ユニットでも。もうそれで焼き尽くしてしまえ。どうだ。あ、でもガードしてる。体力ゲージやばいな、これ。うわぁ、思うようにダメージ。あー、また吸い込まれちゃった。サンタナ、クラウド出て。クラウド出てきて。ナイスな起点でバリアを解除。あ、バリア解除した。出てきた出てきた。俺もこんな彼女が欲しい。欲しい欲しいよね、わかる。あ、バレた。どうなった？いや、まだ倒してはないな。第三形態。お客さんもやばそう。どうなる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 。飛んだ。飛んだ。本当やばい。建築士に新たな一面。やあ。あ、クラウドだ。頑張って倒してくれ、これで。いけいけいけ、決まらん、まだ。さあ、渡ってきてる。うわ、あ、倒した、ギリギリ。
うわー、えらいことになるとこだった今。あーすごい。いやー、あ、いい笑顔。ハイタッチ、ハイタッチ、ハイタッチ、やったー。ちゃんとパンティーした。いやー、ちょっと今ドライエーで涙が出てきますね。あっしゃー、ほんと、ほら気持ちがいいね。よかったアニア。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい。いや、クラウドは誰もが気になりそう。顔が出るかな。ちょっと多分セクシーボーイだね。あ、終わった。ヤリス疲れたね。どうでした。お前らがこんなにすげえとはな。サインくれよ。あんな態度取ってきた人にはあげないかな。どうせ高い値段とかで売るんでしょ。知ってる。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力、かなり安全間違いなし。何が？あ、お土産屋ね。なんかぬいぐるみ売ってたでしょ。あ、売ってるじゃん。可愛らしいぬいぐるみです。なぜか爆発します。買っとこう。いたいた。あ、探したぜ。マムからいい戦いだったでしょ。あんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、うん、後でうちに寄りな。もう一回ぐらいマッサージしてほしい。よかったらまた試合に出てくれないか。お、今回みたいなでけえイベントはまれだけど、はあはあ、いつでも何かしらはやってるからよ。これは経験値とかができるんじゃない。経験値もらえるならいくらでもしたい。これでもう街中みんな、いやー、クラウド、イエリスだよね。いやー、ほんと今夜の戦いはいい戦いだったと思います。もっとソルジャーです。優勝おめでとう。今夜のこれの敗はきっと伝説になるぞ。いやー、めっちゃ戦った感はあります。これで次はエアリスのおめかし会になるのかな。楽しみだね、エアリス。